まあ、ここでねどんどん定着していくとそういう意味では町に根付くんじゃないかなと思いますね。一方の川崎は本当に地道な地域貢献活動から始めて、はい、町に根付き始めましたもんね。高井は一旦ワイドに出して浅田こぼれたところ脇坂います。1人2人かわして前を向いている左足のシュート若原キャッチ。間で受けた瀬古宮代動き出しますが遠野胸コントロールから中宮代と脇坂遠野自ら打っていくわずかに外れましたがいいシュートでした。タッチラインには家永右足のクロス遠野が入ってきます。さらに上り里の左足だ。前節は J16 年ぶりのゴール山根小林優のヘッド若原山田が来るワンタッチで上げてもう一度小林シュート井岡さらにシミッチのシュートだ。しますね、そうですね、ここで競り勝ちますからね、これぞ小林。さらに白井はロングスロー投げようかというそんな構えを見せていますがロングスローパトリックフリックしてこぼれたところ井上だ。ターゲットシミッチですがイオハが競り勝ちます。セカンドボールマルシーニョの足元大島浮かせます。小林優のヘッド。ここで来たエース。最後の最後に劇的なゴールを決めた小林優にすぐにここの奥にファーに入れてで、まあ、小林選手もあの奥にあるボールを逆サイドに持っていける力強さですよね。そうですね、これがフロンターレのエースです。今シーズン初ゴール劇的なゴールになっています。すごいですね、ここからファーに持っていけるんですね。なるほど、まあ、でも最初にステップでファーサイドに逃げてるからなんですけどね。ここで長いホイッスルです。